アサッカー教室が開かれました。おかみ生徒でおなじみの大塚製薬は子どもたちに見れようと今月16日岩手でジュニアサッカー教室を開催しました。おかみ生徒ジュニアサッカー教室は地元の小学生に元プロのサッカー選手の指導を受けてもらい夢を育んでもらおうと全国各地で開かれています。この日は市内の小学生60人が参加。元横浜 F マリノスの中西英介様の指導を受けました。2時間にわたりサッカーの基本となるドリブルやボールコントロールで汗を流した子どもたちはポカリスエットを美味しそうに飲み干していました。それでは